埼玉県さいたま市にある葉山眼科クリニック。この病院に通う古市義雄さん57歳はある目の病気に悩まされています。それは黄斑変性症。今日本人にも増えている病気です。黄斑変性症は網膜の中央にある光の受容体の黄斑と呼ばれる部分がある原因によって変性し、視力に障害を与える病気です。根本的な治療法の確立には至ってはいませんが、早期発見、早期治療により進行を遅らせることは可能となりました。ただヨーロッパやアメリカでは高齢者の失明原因の第1位とされ、国内でも発症者の数が急増、眼科医が抱える最重要疾患の一つと言われています。若い人も増えてますね。特にコンピューター使ったりとか、あるいは強い光線をね、浴びちゃったとか、プロ野球あるいはサッカー選手が、レーザーポインターによってそこで黄斑部にね、レーザーが当たったとかね、そういうことも生じますね。黄斑変性症の発症原因は紫外線やストレスなどの刺激により眼球内に活性酸素が発生するためと言われています。目の中にある黄色い色素を増やしていくということですね。要するに抗酸化力を強くしていく、細胞を守るということですね。目の健康で今注目されている黄色い色素成分ルテイン、目の黄斑部を形成しているカロテノイドの一種です。現在は聖母マリアの黄金を意味すると言われるマリーゴールドの花からの抽出技術が確立され、数多くのサプリメントが市場に広がっています。1995年あたりからアメリカで仕事した時にルテインを知ったわけで、そのルテインを最初から使ってます。特に女性の場合は40歳過ぎた場合はだんだんホルモンが減少してきますよね。そういう減少が要するに強いて言えばルテインが減ってきてると考えていいですよね。ルテインは人の体内に存在するフリー体と呼ばれ、アメリカの FDA が認定した安全な食品。しかもルテインには黄斑部を形成するカロテノイドの一種ゼアキサンチンも含まれ、目の健康を保ち病気を未然に防ぐためのサプリメントの原料として期待されています。医療現場としてね、採用したいのはハイフィルのね、エステル体じゃないルテインを使いたいんですね。フリー体 の, ハイクオリティのね、ルテインを考えています。世界の医学界の注目を集める新たなアイケア素材ルテインの力に迫ります。この番組は安心安全マークの日本サプリメント評議会の提供でお送りします。埼玉県さいたま市、 JR 東大宮駅の目の前にある葉山眼科クリニックです。目の疾患や不快な症状で悩む多くの患者が訪れています。舞熊さんもそのうちの一人です。舞熊さんは20歳くらいから目に違和感があったといいます。最近特にこう字を書いたりしてでもですね、書いてる字が見えないようなことも出てきまして、これは一度見ていただきたいなと思って、先生に伝えられたことはまず目自体はそれほど悪くはないであろうと、ただ非常に疲れている。診断は仕事による眼精疲労でした。一方、57歳の古市さんは
右目と左目の見え方にばらつきがあるといいます。まあ、元々老眼ということもあって、で通常はまっすぐな線がこうちょっと歪んで見えたりとか、でこっちとこっちで言うとこっちのははっきり見えるんですね。で右の方がちょっとこう二重に見えたりとか、時々その老眼であってもちょっと近眼みたいな感じとか、ちょっとバランスが取れてないっていう。先生から何ていう診断を来る？黄斑症ですか、のまだ毛があるよっていうと、さっきちょっと診療していただいたんですけど、ね、高齢者に多い白内障や緑内障のほかに今急増しているのが黄斑変性症と呼ばれる病気です。アメリカでは65歳以上の高齢者の失明原因の第1位です。日本でも患者数は40万人を超えて失明原因の第3位となっています。葉山先生は多くの黄斑変性症患者を診察し治療を行ってきました。若い人は、子供は、近視が、ね、多いと、学童ですね、あと、年配の人は割と白く落ちて、その中には、ご存知のように加齢変化でね、白内障もしくは隠れた緑内障、それからもう一つ最近よく話題に出てくる黄斑変性症ですね。この3つが主に目につきます。これは若い人は大丈夫？若い人も増えてますね。特にコンピューター使ったりとか、あるいは強い光線をね、浴びちゃったとか、プロ野球あるいはサッカー選手がレーザーポインターによってそこで黄斑部にね、レーザーが当たったとかね、そういうことも生じますね。黄斑は網膜の中心にある直径5ミリほどの部分で、光を識別する細胞が何百万個も存在し、映像を映す大切な役割を果たしています。我々目玉というのは光を通してね、物を見てるんだけども、あんまり強い光だと結局その中に青い光というのはね、特に目に悪いですね。網膜細胞あるいは取った栄養素の中にその目の組織の酸化を起こしますね。そして細胞が壊れていくというのが今の学説ですね。活性酸素で黄斑部の細胞が酸化し破壊されると、視野が部分的に欠けたりぼやけたりし始め、最終的には失明に至る病気、これが黄斑変性症です。こちらのチェックシートで試してみましょう。これはアムスラーチャートと呼ばれ、黄斑変性症をチェックするためのものです。テレビ画面から30センチほど離れて、片方の目を手で覆い、中央の点を見つめてください。メガネを普段使っている人はメガネをかけて行います。この時すべての線はまっすぐ見えていなければいけません。中心が歪んでいたり、線が波打ったり欠けたりする場合、黄斑変性症の可能性があります。もう片方の目でも行います。専門医での検査とまではいきませんが、自宅で簡単にできるため、ある程度の目安になります。葉山先生は黄斑変性症を防ぐ最も大切なことは、目のケアをして食事に気を配ることだと言います。目を守るために、青い、さっきお話したように青い光は良くないということでね、青い光を、一つは青い光をブロック、ね、シャットアウトするというか、目を守るためのね、保全する。もう一つは、要するに、目の中にある、黄色い色素を増やしていくということですね。要するに、抗酸化力を強くしていく、細胞を守るということですね。
野菜や果物に含まれる黄色い色素成分ルテインが目を守る抗酸化力を発揮するというのです。作ることというかことはできますね。例えば黄緑色野菜を毎日ね取っていけばね、その補給していくことはできます。目に良いルテインの量を調べてみると、野菜ではほうれん草に多く含まれていました。特にね、我々の研究だと特に女性の場合はだんだんホルモンが減少してきますよね。そういう減少が要するに強いて言えばルテインが減ってきてると考えていいですよね。目に含まれるルテインなどのカロテノイド量を調べてみると、正常者に比べて黄斑変性症 AMD の患者は明らかに減少していました。ほうれん草など緑黄色野菜に含まれるルテイン、カロテノイドの摂取はとても大切なのです。黄斑部、結局ね、黄斑部というのはこの場所ですね、特にここに多いんですけども、ルテインは全体の眼球の網膜にありますと、強いて言えばこの黄斑部に特に最近ちょっと研究中のゼアキサンチン、これが特に豊富に含まれてるんですね。これはやっぱりカロチノイドの一つでね。だけど今ゼアキサンチンって従来はルテインと一緒にね分離できなかったんですよね。大体ほとんど一緒に含まれているものなんですけど、これから特に黄斑部に対してね、このゼアキサンチンを主に使っていくじゃないかなという傾向が出てきてますね。目のレンズの働きをする水晶体と光の受容体である黄斑部は、ルテインとゼアキサンチンという2つのカロテノイドで形成されています。カロテノイド不足は視力に影響を与えるとされ、今多くの研究者が2つの成分に注目しているのです。実は自分の母親は僕が小さい時にね、もうすでにね、片方黄斑変性症でね、視力を失ってるんですけども、アメリカから帰ってきて、それでこの病院を開院する時にあたって、母親からじゃあ私の目を見てくださいと、見た瞬間にびっくりさせられたということですね。ですからその時から、あ、これだったらルテインを主にね、これから研究していこうと、せめて母親だけでもね、助ければ、親孝行のつもりでこの仕事を始めたわけなんです。ルテインの力を引き出すために近年注目されてきたのが、春から秋にかけて花を咲かせるマリーゴールド。独特の強い香りと鮮やかな黄色やオレンジ色の花びらが特徴です。この花から抽出される色素に豊富なルテインが含まれていたのです。日本では観賞用として親しまれている花、マリーゴールド。聖母マリアの黄金という意味からその名が付けられたという説もあるように、その土地その土地の宗教や文化にも深く関わってきたのです。インドでは生命や健康の象徴とされ、寺院の祭壇や神殿に飾る花として大切にされてきました。原産地メキシコからフランスやアフリカを経由して世界中に広がったマリーゴールド。今や数多くの品種が存在し、観賞用や食用として多くの地域で栽培されています。ここはメキシコのグアダラハラ州。メキシコシティから西へおよそ400キロ。この地域ではマリーゴールドの栽培が盛んに行われています。この農場の広さは4000ヘクタール。毎年6月末から7月末の4週間で20トンのマリーゴールドの花を出荷しています。
私は32年間マリーゴールドの花の栽培に携わっています。この土地は美しいゴールデンオレンジ色のマリーゴールドの花を育てるのに適した環境なんです。毎年毎年品種改良を重ね、生産性や品質を改善してきました。このマラバンチオ、ミコアカンの土地は海抜2150メートルの高地にあるので、マリーゴールドの栽培に最適な気候なんだよ。お客さんの要望に応えるため、毎日品質の改善に精を出し、最高の品質で最高の色の花を栽培しているのさ。世界で一番と自負しているよ。ここで栽培されたマリーゴールドから、目の病気、黄斑変性症に作用することが期待される成分、ルテインが抽出されるのです。黄斑変性症など、目の病気に対して大きな関心を示すアメリカ。医療費の高騰、代替医療への期待、健康ブーム。国家も病気の予防を進めるための政策や法の整備に取り組んだことで、サプリメントが普及しました。マリーゴールドから抽出したルテインを使ったサプリメントも現在数多く存在しています。日本でもルテインに対する認知度は高まり、その市場も年々拡大しています。このルテインを摂取した場合、目にどんな変化があるのか検証してみました。最近目がしょぼしょぼするというこの女性に協力してもらいました。2粒のルテインを摂取して30分後の目の状態を比較しました。はい、こちらをちょっと見てください。はい、これ明らかに疲れている状態ですね。少しはね、最初よりは幅がね小さくなって、この30分か40分程度でね、こういうような微妙な変化が出てきていますのでね、だから引き続きまたねやれば、こういう状態はね得られると思いますので、はい、黄斑変性症に詳しいオーストリアのミハエル・ヒューティンガー博士を訪ねました。加齢性黄斑変性症は白人の高齢者においてはもう元には戻らない視力の低下および失明の主な原因の一つです。ある分析によると、アメリカ在住者のうちおよそ122万人が新生血管黄斑変性症で、97万人が少なくとも片目に網膜萎縮があり、360万人が両目に前兆が見られました。ルテイン先進国といえるアメリカで、 FDA アメリカ食品医薬品局が安全な食品として認めるルテイン製品があります。この FDA が認定するルテイン製品を製造する工場が東京板橋にありました。こんにちは。サプリの力ですけれども、はい、塩沢さんに。あ、はい。この工場には食品衛生管理者という責任者が配置されています。食品添加物を扱う工場には食品衛生管理者が必ず必要だと決められているのです。一応ここは、営業許可証を取ってますので、マリーゴールド色素規格基準ありますから、その規格に外れたものは逆に取り扱えないですし、規格に合ったものはこういった営業許可がないと取り扱えないと、そういうことになります。この食品衛生管理者というのはどういうお仕事なんですか？その食品衛生法にのっとった管理をちゃんとその施設がしているかと、クリーンルームの管理であるとか、手洗いとかそういったことの管理から、その規格基準の定まった食品をの取り扱いと、その管理をする仕事ですね。 FDA の認定を受けた工場のみがマリーゴールドから抽出したルテインを扱えるのです。ルテインは体の中で、フリー体にならなければ吸収できないという特徴があるものですから、それでフリー体にしています。ルテイン自体は実は粒子なんですけども、その粒子の大きさを揃えています。
これがそのグラフなんですけども、40ミクロン以下の大きさにしてます。パーセントと、粒の大きさですね。でここが40ミクロンのところなんですけども、だいたい平均値がこの盛り上がった山の部分になると。でこの40ミクロン以下で揃っていると。これを、この40ミクロン以下のものを使用することによって当然小さい方が吸収しやすくなりますから、吸収性のいいルテインを取り扱っているということになります。ルテインは食品としての規格基準が厳しいものでした。メキシコで栽培されているマリーゴールド、その花の色素であるルテインについての最新の研究成果を覗いてみましょう。マリーゴールドの花から抽出された新しいアイケア素材のルテイン、そのルテインの力にある物質が関与していることが最近の研究で分かりました。例えば6ミリグラムの中にだいたい 0.5 ミリグラムのジアキサンチンが入ってます。カロチノイドの中の一つとしてね、認識されてますし、特に黄斑部に特異的にね運ばれてくるということで利用されているということが分かってきたので、そしたらやっぱりこの今後の話題として課題としてはジアキサンチンを主にね使っていったらいいじゃないでしょうかね。ルテインとジアキサンチンにはどんな関係があるのか、マニエル・セレグ教授に聞きました。As I explained to you before, we took the substances off... 健康な人の場合、黄斑に蓄積されるルテインとゼアキサンチンの量的な比率はおよそ2対1となっていますが、この場合血液中のルテインとゼアキサンチンの比率は4対1程度と言われています。吸収性が2倍のゼアキサンチンとルテインをどのような比率で摂取していくかということを考えたとき、ルテインとゼアキサンチンの血液中での比率を4対1にするためには、ルテイン8に対してゼアキサンチン1くらいのバランスで摂取していくことが望ましいとする一つの考え方が提案されたのです。黄斑変性症予備群と言われた古市さんです。3週間ルテインを摂取したことでどんな変化があったのでしょうか。前回の軽い黄斑部の変化がありましたが、はいはい、こういうところにね、はい、色素上皮の変化、ね、治療後によってこれが、ね、少なくなりました。黄斑部の下にある色素上皮層にコブのように見えるものが黄斑変性症です。ルテインを3週間摂取した後ではそのコブが小さくなりました。これがルテインとゼアキサンチンのさらなる力なのでしょうか。ハイフィルルテインですね、ハイクオリティのものと考えてますので、あとこのルテインにおいては、実は我々として最近ゼアキサンチンを主にね考えてますので、自分たちが自由にね、コントロールできるというかね、量をね増やしたりとか、非常にメリットがある点と考えて。黄色い色素成分を持つマリーゴールドの花、その花言葉は健康です。マリーゴールドから抽出したルテインには目の健康に結びつく確かな力がありました。高齢化社会を生き抜くためにルテインは必須の成分なのかもしれません。